間違ってるある、あるであろうルートを見てみよう。マイ教区。よしと、あとは火をつけて。おお、びっくりした。勝手につけんなよ。よし、しばらくしたら部屋も暖かくなるか、なるな。いいか、これで大丈夫だぞ。待ってくれな。絶対病院連れてってやるから。心なしか、ゆかの表情が和らいだ気がする。あれ？逆に、普通に、これが正解？あそこをおっぴろげたまま寝てたら嫌だし、入らないでおこう。そうね。まだ寝ないの？元気な子ね。もう行くとこ全部行っちゃったよ。別館行けっていうの？じゃあセーブを開けよう。もう行けるわ。暗証番号付きの錠が降りている。6桁の番号必要だ。はぁ、あ。なんか番号あったっけ？ヒントに。1972年8月197208ぐらいしかないな、もう。ハーフだよ。197208。休館、めっちゃ休館だな。セーブ。まあ、ここまで来ると、正しいであろうルートで早くやりたいんだけど。で、俺すぐ死ぬかなと思ってたのに。ちい様がおっしゃった、あの部屋に鍵はちい様以外は持たんだと。合鍵を枕の中に隠してあるとおっしゃった。持ち出しでもうすぐにバレるんだから決してせぬようにと、父様の言いつけを守らねばならない。綺麗な色のものを拾った。何なのかわからぬ。水槽に入れて飾りとした。魚たちも喜んでるようだ。父様にいいものを見せてもらった。とても美しかった。父様はいずれに私にやろうとおっしゃられた。なあ、楽しみだ。なんだろうな、これ。そう、何なんだよ、たまに誰かに見られてる気がする。相当疲れてんな、私。なんかヘドロみたいのがあるな。暗いし、登るのは危ねえ、危ねえな。落ちる！ 普通に滑ったんやけど。普通に滑るな。滑る、滑るぞ。黄ばんだ古い服が入っている。黄ばんでる、だと。釘打ちつけられた部屋。まあ入れそうにはないな。あれ？こっち繋がってんのか、じゃあ。りんちゃん、おうおう。外の沼が超絶近くに見える。ゼンマイ式の時計がかかってる。どっかの日記書いてあった時計ってこのことか。あったねえ。棒みたいのがあれば開けられる。なるほどね。まだ2階には行けないのか。ヘドロだらけの家だな。神さんありがとうございます。何があるんだろう。沼すげえ間違いだな。こうしてみるとすげえ不気味だ。なんだ今の。窓の外から？うわ、覗きたくねえ。あ、なんかこの棚の中に、床、ギシギシ言うな。床を外す。隠し部屋か？はしごがあるが途中で途切れてんな。どのぐらい深さがあるかわかんないし、降りるのは危ねえ。
なんかロープとか垂らしちゃい降りれるか。いやでも巻きつける杭とかもうねえしな、どうしたもんか。小見さんありがとうございます。うわ、俺外まだ見たくないんだけど、でももう外見るしかやることねえな。今何か、沼にいた？ちょっと見に行ってくる。見に行かなくていいのよ。もう寝ようよ。どういうの、マリコン、そもそも。あ、ここだ、そういうことね。やっぱ誰もいるわけねえよな。暗いし、見間違えたのかもしれねえな。こんなところで何してんだよ。言うた、びっくりさせんじゃねえよ、マスカキ、ゆうたろう。何してるって聞いてんだ。家の中に地図がなかったからよ。休館か探してた。お前こそなんで外にいるんだよ。休むって言ったろ。少し休みだから地図探そうと思ってさ。俺も休館に行ってみようと思うんだ。そうか。なら私も一緒に行くぜ。二人で探した方が効率が。お前は来なくていい。部屋に戻れ。なんでだよ。私も行くってば。ゆこは早く病院に連れてってやりたいし。おお。戻れって言ってんだろ。言うことは聞けねえのか。いや、もう分かったよ。私も今日はもう休もうにする。それでいいか。うん、そうしてくれ。休暇の方は俺がしっかり探してくれさ。明日は手伝ってくれてもいいから。じゃあ休み。お、お休み。なんなんだよ。あ、マスカキ野郎。マスカキ言うだろう。昼間は絵ばっか眺めてろくに探索しなかったくせによ、いきなり偉そうにしやがって。ま、ちゃんと地図探すってのはいいか。部屋持って休もう。上にセーブしないよ、みんな。大丈夫だよ。ああ、歩きすぎて、足がパンパンだぜ。とりあえずゆっくり休もう。こんばんは、くまさん。今日も色白ですね。たまらんな。千代、どうして泣くの？だっておか、お魚さんかわいそう。閉じ込められてかわいそう。お父さんに言いつけてやるから。ねえ、ばあばのこと、とこ行こうよ。バーバのとこ？そう、お魚さんのお話聞きに行こうよ。なんやろ。そうして人魚は醜くなっちまってそのまま死んじまったのさ。まあまあ、お魚さん怒ってる？怒っているとも。殺したいくらい憎んでいるとも。まあまあ、私たち殺されちゃう？殺せやしないよ。人魚はわしらを恐れているから。でも、所有者はダメさ。所有者は人魚にたたられちまう。だから決してこの家に所有者を入れちゃいけない。よそ者ね。そう、今のは釣りコメント。ありがとう、みんな拾ってくれて。まただ、水の中、水の夢、水でいっぱいの館の夢。あのガキどもとババアは何だ？人魚って何なんだよ、あの伝説のか。バカバカしい。うんなもあるわけがねえんだ。気が見えてるから変な夢を見たんだ。払えたの、まず優香の様子を見て、飯をどうするか、清太郎と相談しよう。さあ、ここですよ、ここで。マスカキ言うたらどうしたの？言うた？なんで言うかの部屋から。
ユウタ、昨日のこといい、なんか様子が変だな、とりあえずほっとこう。心なしかユカの表情がやられた気がする。まだ結果はわかんないのか。どうしようかな。俺こっちのルートは間違いだと思うんだよね。ちょ、一旦やり直し？一旦ちゃんと、正しいと思うルートでやっていい？さっきのパートすぐ終わるだろうし。風呂の中は見てない。風呂って何の話？ここでまた戦士が一人。起きてない。ほらね。やっぱり。あ、奥行ける！あれ？さっき、今まで行けたか。とはいえ、特にフラグはなかったな。なんだよ、あのマスカキ野郎。これ人形沼でございます。寒い。あ、マスカキ野郎の部屋に入れるようになってる。ここへ臭いとかそういうのは書いてないんだね。あ、ゴミ箱が。柿ピー食べる音で眠くなくなる？そんな俺が柿ピー食べる音心地いい音出してる。でもゴミ箱を調べても臭いは出なかった。足がパンパンだぜ。結構酒熊さん忙しそうですけど、いつ寝てるの？今でしょう。今じゃないか。な、マスカキ、ゆうたろう。気持ち悪いな。そういえば何時まで配信してんの？これ、午前10時までやる予定。次枠も6時間で撮ってあるから。寝てるな。え？なんで寝てんの？起きて。不安になるからやめて。おい、起きろ、若ハゲ。腹減ったから朝飯作れ。リン、おはよう。もうまさか、髪のつもりが爆睡しまった。コミさんからありがとう。よし、朝飯用意するか。お前も手伝えよ、山田れ。よかった、元気そうで。はぁ、もう冷蔵庫の中身が全滅するぞ。菓子でなんとか我慢するしかないな。そうだな。なんかお前暗いな。疲れてんのか。親友が意味不明な奇病じゃ、ご飯もないだろうが。それに昨日はいろいろあって疲れたんだ。夢見も悪いしよ。気持ちはわかるが、しょげても意味ないぜ。さっさと地図を見つけて、ゆかを病院まで連れていかなきゃ。ならないんだからな。元気出せよ。なあ、ゆうたは、飯食わねえのか？ああ、なんか、食欲ないから言ってよ。あいつもなんか元気ないんだよな。そっか。食い終わったら、探索開始すっからな。俺はこの家をもっとよく調べてみるから、休暇を頼む。なんかわからないことあったら、聞きに来いよ。なんで一緒に行かへんの？なんで一緒に行かへんの？あ そういうパーテン？この家主はね、村へ行ってしまったさ。かみさんありがとう。
キヨちゃんどっか行っちゃった。マスカキ野郎もいなかった。お腹すいた？でもこの時間に食べると太っちゃうから食べちゃダメだよ。一応過去に入った部屋を確認。なんかないかな。カキピーは？ あ、そういえば、なんだっけ、夢に行ってるときなんだっけ？夢になんかヒント言ってなかったっけ？どっかにな、今見始めた。なんか夢のときにどっかに何かをどうだこうだって言ってなかったっけ？そういえば、子供たちが。気のせい。何も言ってなかったっけ？なんか言ってなかったっけ？さっきの夢の時に子供たちが水槽の中に何か入れたってさ、なんだっけ？水槽の中とか言ってたっけ？気のせい。まあ、水槽の中にお魚さんが閉じ込められてて、で、おばあちゃんに、よそ者だけだよね。暑いので起きてきた。おはよう。トンカチ！おー、調べててよかった。さっき調べても手に入らなかったのに。お魚さんの話とよそ者の話しかしてないよね。水槽の中にカキピー入れると、どうにもなりません。お魚くわえたドラ猫、ピピョン。なんかでも、ピアノがどうたらこうたらって言ってなかったっけ？気のせいか、それは。あ、そうだ、父ちゃんの枕元に鍵とかなんとらって言ってなかったっけ、そういえば。でも、何も手に入らないね。今、歌めっちゃうまかったです。たまらんな。ないな、枕元になんたらこうたらって言ってたような気がするけどな。なんか言ってたよね、夢の中で。枕元にボンバーデラックスってなんか言ってなかった。なんか言ってたような気がするんだけどな。もう休館行けってことかな。夢の中のセリフをもう一回聞きたいぐらいの勢いだけど、なんて言ってたっけ？でも休館にまた来たところでなんかあるのかな。鍵がかかってる。こんなのもうトンカチでぶっちゃえばいいのにね。枕元のはもともと日記の話。あ、そんな気もしてきたぞ。これの日記か？そうでもないな。父さんの枕元とはどれのことかな？休館のでも部屋の枕元かもしれないな。この滑るがうざいな。あ、布団が大量にあった部屋。そういえばそんな部屋もあったな。あとハンマーか何かも欲しいかも。ハンマー手に入れた。あとはクイートロープか。そうだ、クイートロープ。クイらしかるものとロープらしかるものがあったらそれ絶対調べないと。ん？何かに、な、なんかに、鍵！上に、にょちょにょする、変ガチョ。さっき開かない扉が1個あったから多分そこで使うんだろう。変ガチョとか、最近の人絶対言わへんやろ。ねるくまおやすみ。確かに、ここには枕がいっぱいあるが。ジブリでしか聞いたことない。ここ最近だったよね。それはあるな。それあとは棒だ。棒があれば、あそこなんとかできる。だよね。まあいいや。この鍵でね、だから、これで新しく行けるところに、を見てみよし。何が光ってるな。何かいろいろありそうやね。めっちゃ届かないんだけど。すこぶる届かないんだけど。どういうこと？すこぶる届かない。棚の上で何か光っている。何かを、ここまで。これだ！なるほど、ザワールド。ゼンマイ！ゼンマイ出ねえだ。おーっとと、ええー、大丈夫、リンちゃん。